送りしてきました。津田みなみのラジオモモキュンソード、今夜の冒険もおしまいの時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからアニメやラジオの感想、ふつおた、そして各コーナー宛てのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で momo@obc1314.com、momo@obc1314.com です。ということで第11回目の放送いかがでしたでしょうか。はい、あのバタークリームケーキなど、はい、おめでとうございました、ね、懐かしいようなね、嬉しいような、なんかうん、ありがとうございますでも津田ちゃんがプレゼントくれたのはすごい、あ、よかった、嬉しかったですし、はい、なんかあの、はい、この番組のね作家さん、私お付き合い長いんですけど、はい、そういえばなんか何にもくれあれ何にもくれない、もうそうかと思って、れれれれ、いや全然いいんですけどね、ありがとうございます、仲良くしてください、はい、はい、では8話なんかはね、なんとスメラギ天女様も、うん、あんな感じになっちゃう温泉会がありますので、そうでした、はい、期待して待っててほしいなと思います、うん、ですね。浅野さん、2週にわたってありがとうございました、ありがとうございました、はい、プレゼントもありがとう、ありがとうございました。関係修復できたかなよかったはい、それでは今週はこの辺でお別れです。お相手はテレビアニメモモキュンソード鬼姫役の津田みなみと、そしてゲストのスメラギ天女役の浅野真澄でした。バイバイ。この番組はきびだんごプロジェクトの提供でお送りいたしました。